はい、どうもおはこんばんちは、みーこチャンネルのみーこです。ね、僕の町は田舎なのでコーナーもなければカインズもございません。なぜなら田舎だからです。でもこんな町にもね、コメリがあります。まあコメリにね立ち寄ったんですけども、ちょっと洗車コーナーをね、見たんですよ。そしたらこんな感じのね、水垢取りシャンプーみたいなのもね売ってまして、まあどれもこれもねリーズナブルなものばかりで、だいたいオートバックスさんで売られてるような商品もあったんですけども、こちらの商品はねコメリセレクトって書いてあるんですよね。コメリセレクト、製造されたのがね、どこの会社が製造してるのかわからないけど、かなり価格がお得だったので買ってみました。これでね490円ぐらい、お得っちゃお得かな。とりあえず2リットル入ってる強撥水ワックスシャンプー、これがね気になってね、なんで気になったのかっていうと、耐久性抜群、高分子撥水レジン配合。このレジンって言葉に最近ちょっと弱くて、レジン入ってるんやったら弾くだろうっていうことで、まあ中身を見ると成分がシリコンオイルとレジン、界面活性剤ということなんで、まあこれ一本でね、かなり弾くのかなと思ったわけなんですよね。で、どうせならコメリブランドで揃えるんだったら、しっかりと鉄粉も落とさなきゃということで、この鉄粉シャンプーね、これも買いました。そしたらなんとね、498円って書いてあるんですけど、税込み100円、かなりね、お得でしたね。で、もう一つが最初に紹介した水垢取りシャンプー。で、順番的には、まず、やっぱりね、しっかり鉄粉の方を落としていって、水垢の方を取っていきまして、で、最後に強撥水、ワックスシャンプー。で、これ全部で1000円ぐらい、1000円でお釣り来たんじゃないかな、っていうぐらいのものなんですけど、果たしてね、本当に撥水するのかどうかっていうのも見たいなと思います。これから車に乗る人って、まあいると思うんですけど、まあ、春だから洗車しようっていう人もいると思うし、できるだけね、コストを抑えたい。洗車にはそこまで興味はないけど、やってみたいけど、あんまりかけたくないなっていう人なんかには、まあホームセンターなんか近くのね、コメリ行けば売ってるこの商品なんで、ぜひね、試してみてはいかがでしょうかということで、やっていきたいなと思うわけなんですけれども、もう一つ Amazon の方で買いまして、それもね、まあ、安いやつなんです。まあ、最近いろんな動画でね、こうディティールブラシとか見ます。高いやつはねあんまり興味がなくて、安いやつでそこそこ使えそうなやつをね Amazon で買いました。まあ以前持ってるブラシもちょっとねダメになってきたので、そろそろ買い替えようかなと思って、ディティールブラシの5本セットプラスこれがねついて1600円、1600円安いなと思って食いついたわけなんですけども、このブラシなんかはかなりねしっかりとした作りになってるんじゃないのかなと思います。で、僕ブラシ使うときはどっちかというと先っちょの方でこういった感じでこすっていくので、まあ、ここの柔らかさはそんなに必要ないかな。どっちかというと腰が欲しい。この歯ブラシと一緒でギュッと押し付けるような洗い方はしないので、先っちょの方でこう押すっていうような感じですね。こんだけ入って1600円はかなりお得かなと思います。タイヤを洗うやつね。ああなるほどね。で、しっかりね先っちょもこんな感じでゴムがついているので、傷がつきにくいような仕様になってます。しっかりと腰があるので綺麗に洗ってくれそうですね。で、エンドの方にもゴムがついているので、まあ、傷防止にはなるのかなと思います。まあ、こういったものをね、取り入れてまた洗車もやっていきます。コメリセレクトのね商品はすごくどうなるのか楽しみなんで、ぜひね、これから洗車始めてみようかなという人なんかはかなり面白いかもしれない。値段じゃなくていい商品とか、もちろん上を見ればいくつもあるんですけど、自分がね納得できるような金額で楽しくできるっていうのがやっぱ洗車の醍醐味かなと思うので、いろんなこういう溶剤売ってるんで、まあ、いろいろ試してみてもねいいのかなと思います。僕はいつも使ってる商品も好きだし、こういったのを試すのも好きだし、まあ、いろんなねやり方あると思うので、ぜひ、楽しんでやってみてはいかがでしょうか。で、今日はねちょっとこれから別の動画で今からこの鉄粉取りからスタートして、ちょっと車の方をね洗っていきたいと思いますのでね、頑張りたいと
思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。